君は。すまない、その驚愕の表情すごく好きだよ。思わず吹き出してしまった。君はフリーナではないな。一体何者だ。ああ、そんなに驚いてくれるってことは、つまり僕は君たち全員を騙し通せたんだね。見ればわかるだろう。僕こそ魔人フォカロルスだよ。魔人フォカロルスがなぜ私たちを欺いた。ああ、無論僕の目的は君たちを騙すことなんかじゃない。天理さ、天理を欺く、あの予言のことだよ。面倒だろう。すべての人々は溶け、フォンテーヌは水に飲み込まれてしまう。僕の前任水神、つまりエゲリアがこの予言を僕に託した時、僕も思ったよ。予言のあのシーンは必ず起こるって分かってたくせにさ。同時に属性の七姿勢である彼女にはもう一つ分かりきっていたことがあった。こんなの解決策なんて全く存在しないじゃないか。君だってそう思うだろ。僕は一人で海底まで潜り、長い時間をかけて考え込んだ。周りの貝がブクブク泡になっちゃう頃に、ようやく天理を欺くことのみが、予言が起こると同時にみんなを救える方法だとね。うん、僕って本当に天才。これもまさにエゲリアが僕を後継者として選んだ理由だろう。そういえば彼女はこの国を救う任務も、水神としての責務も、人を創造したことの現在も、何もかも一気に僕に押し付けたんだね。あ、でもまあしょうがないさ。なんと言ったって僕もかつては彼女の眷属。つまり君もかつてエゲリアによって人間にされた純粋精霊の一人だったと。その通り。人間になることはずっと僕の夢だった。今だって何の変わりもないさ。神になってから僕は作られたばかりの人の自分だけを残して、己の神格を体と精神から分離した。今こうして君と対話しているのはその神格さ。それに対して人間の僕を、僕はフリーナと名付けたんだ。喜怒哀楽の感情を持つ彼女は、思い上がりたい時は思い上がって、逃げたい時は逃げる。彼女の長所は人間しか持たない長所、その短所も人間ならではの短所だ。僕の目に映るフリーナはまさに完璧な人間だ。なぜなら彼女は本当の人間と全く一緒で、それこそ僕の理想の自分だったからね。その後僕は彼女を呪った。天理を欺く計画を完成させるためにね。覚えているだろう、予言の最後のあのシーン。予言が実現した風に見えるように、僕はフリーナという役者を招き、予言の中の水神を演じてもらった。呪いによって神格である僕が存在する限り、フリーナは永遠に死ぬことはない。しかし同時に人間が持つべき幸せを享受することもできないのさ。例の予言が実現したと見せかけるため、彼女はこの歌劇場を舞台に正真正銘のヒロインとなり、永遠に神の役を演じ続けるんだ。さあ、もう理解できただろ。君の法廷がなぜエピクレシス歌劇場という名前なのかを。だがあのフリーナは所詮人間のはず。好きの命があったとしても精神の強さは人並みに過ぎない。彼女にとってこれはどれほどの苦痛だろうか。そうだよ、フリーナは人間の僕自身とはいえ、機会があれば僕はちゃんと、僕この500年は彼女にとってはこの上なく長く、この上なく孤独で、この上ない苦痛を伴う過激だった。
冒険だ冒険。おや、誰が舞台に上がっていいと言った？神フォッ、よかろう。君を罰するつもりはない。ゆえに名乗る必要もない。さあ下がりたまえ。とんだ冗談だな。君には感じられないのか？僕は神フォカロルスだぞ。フォンテーヌの無数の目が僕を見つめているじゃないか。僕はいっ、よし出発だ。みんな、これはちょっとした舞台アクシデントだ。心配せずとも守衛が対処してくれるさ。みんなは俺が守る。部外者禁止。おい、何をしている。観客はまだ僕を見ているんだぞ。守衛、守衛はどこだ。この仕事は排除するべきですね。召喚化粧。フリーナ。え、誰？僕を呼ぶのは誰だい？どこにいるんだ？焦らないで、怖がらないで。ちょっと待って、どういうことだい？君は。うん、その呼び方も悪く。鏡の中の僕。予言のことを。予言？あ、待って。人々は皆海の中に溶け、そう、その、どういうことだ。僕の記憶。そうだよ、これも僕が君を探。それってすご。心配しな、みんなを救う方法は。なんだ、救える望みが。ま、普通についてはけど、どうせ予言が本当に実現してしまったら、僕もし、こういう天秤があると考えよう。片方は全てのフォンテーヌ人の命で、もう片方は僕自身の苦痛。天秤がどっちに傾くかなんて考え。やっぱり君は最も完璧な人間だ。僕の理想だよ。もしかしたらそれこそが君の正義なのかもね。ん？いや、何でもない。いいかい、フォンテーヌは今水神を失ったばかりだ。君には新しい水神を演じてもらう。神を演じる？ああ、ずっとずっと演じ続けるんだ。誰にも疑われてはならない。もし君にそれができたなら、僕には予言に抗う術がある。でも、そんなのどうやればいいって言うんだ？人の身分で神を演じて、全くバレずにいるなんて。安心して。君のやるべきことは、自分を本当の神の姿にすることじゃない。ただ、人間が想像するような神の姿になればいいだけさ。君も人間だから、それがどのような姿かについては、よく知っているはずだ。覚えておくんだぞ。これから君が直面するのは、神聖をどう模索するかということじゃなく、人生にどう抗うかということなんだ。まだ完全に理解できてないけど、僕、
頑張ってみるよ。それで僕はいつまで水神を演じ続けないといけないんだい？この任務をこなすために君は長い年月を歩むことになるかもしれない。終わりの日が訪れるまで君が年を取ることはない。しかし僕は約束しよう。ある盛大な歌劇のような審判によって一切に終止符が打たれ、すべての人々は救われる。審判か。それは楽しみだね。すごくワクワクするよ。すでに数立帝は僕が水神を引き継ぐことを宣言したけど、こうして民衆の前に立つのは初めてだ。就任演説、どうやったら神に寄せられるんだろう。正直全然わからないけど、とりあえず自然な感じで演じてみよう。古本、紳士淑女のみんな、ようこそ今宵のエピクレシス歌劇場へ。僕が水神を引き継ぐことはみんなもすでに知っていると思う。そう、この僕フリーナ・ドゥ・フォンテーヌが君たちの新たな水神だ。一国家の新たな神になる。これまでそういった経験はなかったけど、みんなを導けることを光栄に思うよ。魔人フォカロルスとして、そして正義の神として、僕はできる限り力を尽くしてみんなに公平で公正な時代をもたらしたいと思っている。改めてここまで足を運んでくれてありがとう。今後疑問やアドバイスなどがあれば数立帝に提出してくれ。フォンテーヌの未来を築くにはみんなの協力が必要なんだ。これでいいかな。噛むかと思ったけど、無事思っていた通りに話せてよかった。次はこれが新しい水神？数立帝が私たちをごまかしてるんじゃ。人間よりも上位なんだから神様ってもっと威圧感があるのかと思ってたわ。おい、聞いたか？最後俺たちに意見まで求めてたぞ。神様って何でもできるんだよな。なんであんなに謙虚なんだよ。あれじゃ一般人とどう違うんだ？もしかして新しい水神なんて最初からいないんじゃないの？数立帝が手配した操り人形だったりして。なっ、どういうことだい？どうしてみんな僕を疑うんだ？まずいぞ。もしバレたらみんなを予言から救えなくなる。そうだ、鏡の中の僕が言ってた、人間が思う神を演じればいいって。冷静になるんだフリーナ。人々が求める神、人々が思う神が一体どんなものかちゃんと考えろ。威圧感、存在感、全ての疑念を払拭してくれるようなイメージ、僕はそれを演じなきゃならない。あ、悪くない、我が民よ。それでこそこのフリーナの統治にふさわしい。僕は以前こんな疑問を抱いたことがある。ある日、弱々しい操り人形がこの舞台に立ち、アマツさえ歌劇場の主であると主張したとして、それでもフォンテーヌの民は従うのかと。しかしどうやら
諸君はそれほどくだらない者たちではなかったようだ。君たちにはこの歌劇場で僕と一緒に美しき審判を見届ける資格がある。先ほどのパフォーマンスは皆への手土産に過ぎない。歌劇場の雰囲気にぴったりだと思ったのだが、どうだい？ここより改めて自己紹介をしよう。なるほど、さっきのは演技だったのか。道理でここが歌劇場だってことをうっかり忘れてたよ。新しい神様がこんなに個性的な方だなんて、かなりびっくりしたけど、さっきの弱々しいイメージよりはいいかな。魅力も迫力もある神様で本当に良かったですわ。この先少しは安心できそうですもの。人々の考えが変わってきたみたいだ。この感じで最初から就任演説をやり直そう。さて、我が愛しの民よ、僕を認める者たち、崇める者たち、そしてそうでない者たちも皆、この国の罪はもう洗い流せないと聞いたが、ちょうどいい。正義の神の手にある天秤は決して堅苦しいものであってはならない。一方に公平と公正を乗せ、もう一方は完成と喝采、法を祈りの言葉に、審判を礼拝にして、かがり火を灯そうではないか。さあ我が民よ、君たちが心から正義を信奉する限り、この世に審判で解決できる問題などない。このエピクレシス歌劇場でならば、このユシ最低カーディナルの前でならば、僕魔人フォカロルスはこの世の神々さえも審判してみせよう。おおフリーナ様、こちら本日審議される事件の報告書とその後の処理結果でございます。お目通しくださいませ。はあ、僕はいつも審判の場にいるじゃないか。そういう細かい、それにどれも僕の期待している審判じゃない。そのご期待の審判とはどのようなものなのですか？盛大で劇のような、全てを終わらせる美しい審判さ。はあ、言ったところで君にはわからないだろう。はい、及ばずながらそのようなお考えを察する力はなく。別に恐縮する必要はないさ。僕の言ったことは気にせず職務に戻るといい。僕が期待する審判はいつか必ずやってくるんだからね。フリーナ様、光栄です。謁見をお認めくださるなんて、なんとお礼申し上げればいいか。礼なんて必要ないさ。どうしてもというなら、僕に会えるまで気長に待った君自身の根性に感謝するといい。どうやら神としての僕が放つ魅力は時に皆を困らせてしまうらしいね。さて、ディオデーレだったね。息子さんの病気はどうだい？覚えてくださっていたなんて。それに私の家のことまで。息子はだいぶ良くなってきています。実を言うと、うちの子は私以上に忠実なあなた様の信徒で、謁見は息子が強く勧めてきたことなんです。フリーナ様が何をおっしゃったか後で教えてくれと、そういいいね、悪くない。今後はそういうことがあれば事前に言うといい。たまには気分転換として特別に民の家を回るというのも悪くない。あなたは本当にお優しく英明な神様であらせられます。息子の代わりに改めてお礼を申し上げます。
フリーナ様、こちらが近頃の水門解析に関するご報告です。重点的に注目するようお命じになっていたパラメータについてですが、未だに楽観視できない値です。やはりか。こうなることは神としてとっくに知っていたさ。ただ人間の知恵でどれほどの分析ができるものか確かめてみたかったんだ。予言にあることは必ず起こる。あらゆる予兆がそれを示している。まあいい、今の君たちが心配するようなことではないよ。そのフォンテーヌ科学院が水面の上昇に対抗する方法を研究しているとの情報が入っております。本当かい？何か成果は？いえ、未だに実行可能な解決策はないようです。ほほん、そうか。神の領域に触れることだ、無理もない。とはいえ、彼らのその精神は称賛に値する。1日が終わったか。水神を演じるのってひとときも気を緩められないな。でも幸い、だんだん軌道に乗ってきてる。疑いの声はもうない。これでいいのかもしれない。このまま行けばみんな助かる。はぁ、もう考えるな。明日もこれは続くんだ。早く休もう。フリーナ様、こちら新たな事件の審判とその後の処理に関するご報告でございます。いいよ、もう見たから。その場で見たものをもう一度説明する必要はないって言ってるだろ。フリーナ様、やっとお会いできました。この機会をどれほどお待ち申し上げたか。ああ、我が忠実なる民よ。今ここにある幸福は君と僕に属する栄光だ。フリーナ様、ポワソン町の付近で明らかに異常な水門現象を観測しました。うむ、引き続き観測を続けてくれたまえ。科学院の方についても動きが。はあ、今日は何もボロは出さなかったはずだ。民が一番安心できる姿を見せないと。でもこんな日々はいつになったら終わるんだろう。精神的疲労がひどい。今日もさっさと休で。我々の一族で初めてこのような栄光を授かったものをたどると、20代ほども前のディオデール夫人まで遡る。それはいい、優秀な一族。そんな、恐れ入ります、フリーナ様。あれ、フリーナ様。ん、どうしたんだい。我が忠実なる民よ。泣いておられるのですか。あれ、なんということだろう。気づかなかったよ。もしかすると僕の中の水元素が満ち溢れてしまったせいかもね。まあ僕は水元素を司る神だから、これも仕方ない。なるほど、神であるフリーナ様のお力の表れだったのですね。終わりが見えない。すごく寂しい。もう何百年も経ったはずだ。この家庭がこんなにも苦しいものだなんて
もう限界に達しているのだろうか。いや、限界なんか誰かに打ち明けたい。たとえ一人だけでもいい。でもそれじゃ全部無駄になってしまう。何百年もの間いろんな調査をした。だけど予言を突破できる希望は何も見つからなかった。もはや信じることしかできない。水神を演じ続けることだけがフォンテーヌを救う唯一の方法なんだと。頼む、お願いだから絶対に成功してくれ。鏡の中の僕。フリーナ、一人で他に何を知ってるのかはわからないけど、あなたの民は喜んでその荷を分かち合ってくれるはず。分かち合うだなんて、そんなの無理だよ。最初から僕は一人でこの責務を背負う運命にあるんだ。分かち合う必要がないとしても、せめて誰かに相談することはできるはず。私は見届けるもの。私に相談してくれればいい。見届けるもの。そうか、君はこの聖界の外からテイワットに来たんだったね。つまり君は最初からここに属するものじゃない。もしテイワットの全てが舞台上の劇だとすれば、君は歌劇場にいるただの観客。そうだろ？あるいは君になら。旅人の言う通りだ。彼女になら打ち明けてもいいんじゃないか。でももし全てが予想通りにいかなかったら。ダメだフリーナ、利己的になるな。でももし本当に平気だったら。フリーナ、君はもうこんなに頑張ってきたんだから、ちょっとくらい自分勝手になってもいいよね。別にそんなにひどいことをするわけじゃない。ただ単にふさわしい人に自分の悩みと苦痛を少し伝えるだけだ。大丈夫だよね。この機会を逃したらもう二度とないかもしれないよ。いや、ちゃんと、もう少しちゃんと考えよう。別に何も言うことはないよ。僕は神、フリーナだ。全てはうまくいく。君は観客として終幕までをしかと見届けるといい。つまりフリーナでさえ真実は知らないと。計画の全貌を彼女には言っていないのか。ああ、天理を騙すにはまず己を騙さなくちゃ。彼女は本当に大したものだった。この500年、彼女の人間を信じる、やっぱり正しい選択だった。君がいかにして天理を欺いたかは分かった。だがこれは真実の半分程度に過ぎないのだろう。重要なのはこの状況でどうやって予言からフォンテーヌ人を救うかだ。うん、さすがフォンテーヌの最高審判官だ。実に明快なロジックだね。
君もとうに気づいているはずだろ。ユシ最低カーディナルがそんなに単純なものじゃないってことに。確かに私はユシ家に自我が存在することを疑っていた。リネ君もあれのコアがある部屋から人の声を聞いたことがあるらしい。今にして思えば君が自分の意識をユシ家に隠していたのだ。そうだな。うんうん、外から見ればそうだよ。僕はフォンテーヌの神の心を持ったままユシキと一つになったんだ。でも君のユシキに対する理解はまだちょっと浅いかもね。実を言うとユシキは正義を執行するための機械なんかじゃないんだよ。その本当の役目は正義の神を殺すことさ。なんだと？ああ、いやいや、正確には正義の神を神倉もろとも破壊する機械と言った方が正しいかな。僕は何もフリーナが苦しんでいるのを見てただのうのうと楽しんでるだけの輩じゃないんだよ。この500年僕の役目はユシキに立証混合エネルギーを蓄積し続けることだった。もう気づいている人もいるみたいだけど、ユシキが生み出すエネルギーの中でフォンテーヌの都市に使われているのはほんの一部だけさ。残りのほとんどは全て蓄積されてきた。今日の死刑執行のためにね。今日の審判も死刑もやはり君の計画の一部だったか。500年間フォンテーヌの民が何千年も何万年も使えるほどのエネルギーをユシキに貯め続けてきた。そんな膨大なエネルギーをもってして初めて天空の島が定めたルールを揺るがし、属性の七姿勢の構造を壊し、水神の神倉を破壊するための隙が生まれるんだ。ゆえにユシキが出した結論において死刑に処されるのはフリーナでもフォカロルスでもなく水神というわけか。水神の神倉を壊す。私の思い違いでなければ、まさか君は。もちろん君にはもともと属するはずだったものを返すつもりだけど、言い換えれば全ては水神の権能をこの星の水元素の竜に返すためなのさ。だな。なんだい、また悲しんでいるの？古竜の体験を取り戻せるっていうのに、テイワットの水の竜王がそんな顔していいのかい？500年前から今の今まで、それほどのことをしてきたのは、すべて、自らを犠牲にする、それだけのためだったのか。そんな風に考えたことはないよ。それどころか今は、天理を騙せたことに、すっごく満足してるんだ。水流、水流、泣かないで。できることなら、僕が天理を審判したい。だって天理は、エゲリアとほとんど変わらない罪を犯したわけでしょ。エゲリアが奪ったのは原始大海の力、天理が奪ったのは君たち古竜の力だ。僕が正義の神だというのなら、僕は君の力を君に返す。それこそ正義を貫く正義の名に恥じぬやり方さ。正義といえば僕はこんな風に考えている。正義とは人類の存在そのものを遡る過程だと。原始大海の力を奪ったのがフォンテーヌの原初の罪だというなら、あらゆる行為の正義は別として、フォンテーヌ人が人として生まれこの世に存在する資格こそがフォンテーヌの原初の正義だ。言い換えれば存在がエゲリアの正義だ。でも僕にとっての正義は存続なのさ。
予言を打ち破り、フォンテーヌの人々を生かすこと。今はそれこそが、すべてを超える正義であるべきなんだよ。だけど今まで、僕も、すべてのフォンテーヌ人も、気が遠くなるほど、長くこの罪を背負ってきた。最高審判官、ヌビレット。元素竜のすべての力を取り戻した後、君はどんな判決を僕たちに下すのかな？当時、私をフォンテーヌ邸に招待し、最高審判官の地位につけたのも、今となって考えれば、君のアイディアだったのだろう。この立場の本当の意味を理解した。今になって、やっと。もとより私は、人間になど興味がなかった。だがこの500年、人間と過ごしたことで、種族を超えて理解し合い、彼らの気持ちを感じられるようになった。ずるいな。ホカロルス。今更私が、有罪判決など下せないことを、君は知っているのだろう。おや、そろそろ処刑の時間が来たようだ。僕という罪人も幕を下ろさなければ。なんて口では簡単に言えるけど、やっぱり死ぬのはちょっと怖いかな。これが神と人の間に存在する貴重な共通点なのかも。じゃあね、ヌビレット。500年に及ぶ君の役、気に入ってくれると嬉しいな。審判官ヌビレットはここに宣告する。君たちフォンテーヌ人の罪を許そう。何が起こったの？まさか死刑の執行が終わったの？この激しい光は何かの目くらましかい？なんだか今とんでもないことが起こったような気がするよ。みんな無事で海にも溶けてないんだから、きっといいことかも。そろそろ終わりにしよう。あのクジラを中罰する。え？でもあのクジラは倒せないって言ってたよね。
な。すでにクジラに対処する力を得た。ある方法でなら、私はこの星の原始大海の力を今こそ追撃の時。旅人、油色の機能が失われた今、フォンテーヌのすべての災いの元凶。よっさあ、私についてきて。古竜の力を分け与え、一緒の機械を探してほしい。彼の悲しみが敵意に変わっていくのをひしと感じる。後片付け、感謝する。本来は私の仕事なのだがな。ただこもって修行していただけだというのに、よもや弟子と師匠のペットが戦い始めてしまうとは予想はしていたが、少し早かったな。全くの誤算だ。帰ったら罰として素振りを300万回やらねば。さっきの力、何者だ？多分今言ってた内容からして、タルタリアの師匠スカークなんじゃないか。こないだタルタリアは口数が少ない人だったって言ってたような気がするけど。弱者と話すことなどないだけだ。お前たちは世界の外の力に頼らず鈍性のクジラに勝った。故にお前たちには私と平等に話をする資格がある。その考えには賛成だ。
星の大会で鈍性のクジラのようなペットを飼うなど、どう考えても妙だしな。力の差が激しいし、触れ合いだってしにくい。それに食欲が旺盛すぎて、弟子の時間を犠牲にして見張る必要さえあるときた。何にせよペットとして合格だとはとても言えんな。スカークさん、多分大事なところ。おお、大事なのはそのペットが危うく国を滅ぼしかけたってところだ。お前の師匠、つまりタルタリアの師匠の師匠って一体誰なんだ？知らなかったのか。すまない、彼を知っている前提で話をしてしまっていた。師匠はスルトロッチという。ん？聞いたことのない名前だ。うん、師匠の知名度が足りなかったか。うむ、極悪鬼という称号を聞いたことはないか。極悪鬼、それも聞いたことがないのか。なら預言者ベズルフェルニルは？黄金レインドットならどうだ？レインドット、知ってるぞ。魔女会のメンバーでアルベドのお母さんだよな。ほう、その名は知っていたか。今挙げた称号と名は師匠から聞いたものでな。私も実際に知っているわけじゃない。だがこれでお前たちもより理解しやすくなったはずだ。私の師匠もレインドットと同じ類のものといえる。ある種の究極を求めるものだ。ちょっと待てよ、さっき預言者とか言ってなかったか？それより一刻も早くお前たちに伝えなくてはならないことがある。先ほど鈍性のクジラがお前たちと戦っていた時、全ての力を使い果たしたようでな。このように荒れ狂う水元素力はこの星の深海では消化が難しいのだ。理論上から言えばフォンテーヌの陸上はすでに大混乱に陥っているはずだ。つまりお前たちがずっと恐れていた予言はすでに上演真っただ中。なんだって？心配はいらない。フォカロルスはすでに天理を騙しているのだから。人々は皆海の中に溶け、フリーナは自らのカムクラで涙を流す。そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。
ママはここよ。水が滑ったの。俺たち溶けてない。予言は嘘だ。デマだったんだ。北条の知恵、スピナディロースら災難後の再建について語る。先日記者はポア村長を訪れ、スピナディロースらのナビア氏とポア村長の現状と未来について話した。古い土にも新しい花は咲くでしょ。ナビア氏はそう語る。人々にとっての希望っていうのは、夜中に小腹が空いた時に見かけるクッキーと同じで少しあればいいの。飛行船ウィンガレット号、フォンテーヌ科学院の災いか、はたまた幸運か。エドウィン氏にまつわる葬儀はあまたあったが、結果としてそれらの葬儀はフォンテーヌ科学院を覆うバリアとなった。一方ジュリエ氏は隠されし神秘の宝玉であった。人々は一番初めの研究者を狂人と呼ぶが、二人目のことはどう呼ぶのだろうか。たとえ二人目が奇跡を成し遂げたとしても、その者自身とチームをまとめて指す言葉を見つけるのは難しい。うわぁ、報道されてるのって本当にジュリエとナビアなのか。なんだ、どう？どれも結構目を引くでしょ。スチームバード新聞の考えは至ってシンプルよ。災いが過ぎて間もない今、無料の上にいい知らせがびっしり書かれた特集で人々の心を癒すの。これらのビッグニュースの価値は常に続きがあること。続報では背後のストーリーに深く踏み込むの。エドウィンの助手ジュリエは本物の飛行船を作った。スピナディロースらのナビアは人々を率いて故郷を再建しようとしてる。オイラも気になるって一瞬思ったけど、よく考えたらどれもきっかけはオイラたちの身の回りで起こったことだったんだよな。だからこそ一緒に取材に来てほしいの。わかる？君たちは最高のニュース提供者なんだから。それに君たちがいればあの公爵にだって絶対に会えるわ。本当か？もうたくさん取材を断られてるんじゃなかったのかよ。今度こそ大丈夫よ。行きましょう。まずはポア村長、それからメロピデ要塞に行くわ。現場に着いてからじゃないとわからないことだってあるのよ。